WTT コンテンダーマスカット2023年10月8日から14日、オマーン10月12日、混合ダブルス準々決勝で松島菊、張本美和、木下アカデミーが張本智和、智和企画、早田ひな、日本生命をゲームカウント3対1で破り、準決勝に駒を進めた。ライブ配信 WTT コンテンダーマスカット10月8日、日曜日から14日、 土曜日開催。トーナメント表、試合結果世界ランク2位の、ハリヒナ、に16歳松島と15歳張本の超新星ペアが挑む。今後の日本卓球界の姿も占う一戦。試合が始まった途端、押し込むのはハリヒナ。10対5とゲームポイントを奪った後に10代ペアは3点返すが、次で早田が投げ上げした回転サーブでエースを奪い、ハリヒナが先制する。 第2ゲームは妹、三輪の逆モーションが、兄、友和の街を外すシーンも見られるなど、10代ペアが9-8とリード。最後は松島が横回転系のサーブでエースを奪って12-10で取り返す。さらに第3ゲームは松島が躍動する。広角に決まるチキータや中陣からの両ハンドで次々と得点し、11-4でここも取る。4ゲーム目も10代ペアが3-0とし、 はリヒナがタイムアウト。その後も16歳と15歳とは思えないゴーダが突き刺さり、ペースを渡さないまま11の6で重大代ペアが勝利した。世界卓球で2度の銀メダルを獲得した、日本最強ペアから金星を挙げた16歳と15歳。まだダブルスでの世界ランクのない新生コンビがベスト4に進出した。より小さい WTT コンテンダーマスカット混合ダブルス準々決勝。 松島菊、張本美和さんの1張本智和、早田ひな82分の11マイナス11分の10マイナス11分の4マイナス6。